はい、共同探検10のマックル・クロスケです。青と金1億機、これは戦闘機でした。第1波戦闘機。あー、これ安いな。2000万ぐらい。もうちょっと待ってみますね。第1波戦闘機だからね、これ何回も来ますから。じゃあそういうことで、リロード。結構湧き出しに慣れてる僕でも第一波の戦闘機で来るとびっくりしますね。ほら、第一波戦闘機すごいね。今度はいくらのやつかな。お、あー、スーパーチャージここか。バラン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 つっても、まあここのここで使うかここで使うかですね。だいたい6万ぐらいの攻撃力で、多分ハイパードライブが2000ぐらいっていう感じかな。これは2900万。あは、そうですね、2990万。まださらに多分上3300万とかも来るんじゃないかな。どれ、もう一回待ってみるか。3300万来るかどうか。2990万と3300万の違いっていうのは、あの開いてるマスの数が多いか少ないかだけなんですよね。スーパーチャージの数と位置はあの一緒ですから。いやー、気持ちいいね、戦闘機で来るっていうのは。お、違った、戦闘機じゃない。ああ、2機目で来た。あー、いや、また安いやつ来た。2000万のやつ。うん、そうだね。まあ、いずれ、ご覧になったようなスーパーチャージです。よかったらお使いください。ここは来た瞬間に行きますから、楽ですよ。共同探検10のマックル・クロスケでした。 7つ目の宇宙ステーションかな、あれから。まあ、7つ目っても時間にして3時間ぐらいかかってるけどね。いろんなとこもいろんなやり方で待ってましたんで。